はい、ひとつきまんさしみです。本日はですね文春法が炸裂した松本人志さんなんですけども、まあ、これ松本人志さんが5.5億円裁判を起こしてね、えー、文春がそれを自ら公開しいやこれはさすがにおかしいんじゃないかっていう弘中弁護士と筑田、えー、弁護士の意見とかが載っていたんですけど、まあ、松本人志さんは現在ですね、まあ、非常にずさんな取材をしているというふうに主張をされているんですが。 本当にずさんなののかっていうのをですね、改めてこの松本人志さんの文春をチェックするのとともに、えー、松本人志さんだけではなくってです、ね、今芸能界にこういう、まあ、告発とかが相次いでバタ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 ,バタッといろんなものが崩れていっているそういう状況なんですよね。<laughs> っていうのもですね、あのここ最近めちゃくちゃいろんなものがあの増えていて例えば これかなり不可解な動きとしてあるのがこのプラマイの石橋さん、うん、この人がですねあーのー契約解消コンビ消滅みたいな感じになってて、うん、なんかね俳優の牧陽子さんにエアガンで撃たれたとかなんかあの他にもなんかいろんなもう、あのー、制作会社の社長にボロクソに言われたとかこういうふうにこうそういうのを告発して。 で、お前もう SNS 一切禁止っていうふうに言ってんのに SNS 結局上げてるので吉本興業とはもう解散という感じにこうなってて、うん、まあ当然その真木さんのねあの方はそんなことやってねえし私エアガンなんか持ってねえしみたいなふうに反論をこうしたりね <laughs> これがうそ、えー、ついてる人間の顔でーすとかっていうふうにアップとかして、まあ、混迷含めてるんですけど結局何何な,なん何なん,なん,なん,なんっていうふうにこう起きて いるんですよねで他にもいろんなことがありました私的にはですねもう「大々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 ショック」ね全然前世じゃなくて「大々ショック」それは何かっていうとですね「君の名は」のプロデューサーが。あんか捕まったな。はいもう全然前世じゃなくて「大々ショック」っていう感じなんですけどもう「新海誠監督なの?」っていう。 のがショックだったりですね、まあ他にも、これ、文春法が炸裂しているんですけども、榊容疑者逮捕されましたよね、これも女優に対する、うん、やばい、映画監督の、これはだいぶやばいというので、松本人志さんのこの文春法に対してですね、えー、なんか、ジャニーズから始まって、松本人志さん始まって、なんかバラ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 ばらっと崩れていっている。 感じがしてですね。まあ、これについてメディアの専門家である本間隆さんとですね、話をしたいなというふうに思っております。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、えっ、ー、と、松本人志さんのこの文春のね、主張は、まあ、非常に、えー、一方的、客観的なあの証拠は存在しない。そして、一方的な供述による極めてずさんな取材である、うん、というふうに、こう主張をしてるんですよ。 松本人志さんはねでもじゃあ実際のところ「文春」はこれに対してどれぐらいあの時間をかけたかっていうとですねこの A 子さんという人に対して告発者の A 子さんに対して3年半前に取材を受けてからっていうふうに言ってるんです。3年半取材してるわけでですよ、うん、でさらに A 子さんがグランドハイアット東京の、えー、エグゼクティブ・スイート・キングで、まあ、こういうことをやられましたという風に言ったんでじゃあお前嘘ついてるかもしれないからグランドハイアット・エグゼクティブ・スイート・キングの間取りここ書いてみろよみたいな感じであーのー抜き打ちで書かせてああこれはなるほどと合ってるかもしれないと。 でその時の松本の髪の色とか髪型なんでしたか何月何日でしたかとかって聞いてでさらに過去の映像とかチェックしお確かにこの松本の髪型これやわとかっていう風にこうチェックしてるわけですよ、うん、で当然弁護士同席の下であの取材もしているわけなんですよねだからこれをなんか客観的事実がない一方的な供述というのはちょっと厳しいですよねでさらに一方的にあの書いている っていう風に言ってるかもしれないけどもまず松本人志さんには取材をして何かあるんだったら教えてくださいっていう風うに、まあ、品川駅で直撃取材を行ったんですよねでそこで答えてくれなかったからまあそれは当然そうですよね急にあの言われても分かんねえよってしかも「週刊文春なんだてめえ」みたいな感じで言いたくなる気持ちは分かりますよ松本さんねそれ気持ちは分かりますだから週刊文春は あのメールで吉本興業の広報に対して、えー「これこれこういうことでお聞きしたいんですどうですか?」「期日は、えー、この、まあえーとね、27時間後です」というふうに設定したんですけど来なかったんですよ結局何にもね。来なかったんで、うんえー、吉本興業にわざわざ期日が過ぎて質問回答期限が 過ぎてから2時間ぐらい経った後に吉本興業からの電話かまあ、あるいは文春からかけたのかわからないけど電話でねやり取りがあっていやあの本当にこれでいいのっていうあの迎え取いでいいんですかっていうのに対して吉本興業は、えー、こういうふうに答えてるんですすいません期日までに回答がなかったというのが回答になりますと答えてるんですよねで、まあ だから一方的ででもないわけですよ。これ前回の本間さんがあの言われた通りですね何を言ってるかっていうと例えばいやそんな3年半前、えー、から取材してるのかもしれないけど8年前のことなんてねわからないとだからちょっと整理する時間くださいというふうに言っても別にいいわけですよ。うん、でそれをあのやらなかったのは残念ながら吉本興業の方で。 でどちらかというと一方的に事実無根だって最初言い張っちゃったのが吉本興業であり松本人志さんなので、うん、まあこれはやっぱりまあちょっと一方的と私は言えないというふうにあの思えるんですよねその文春が一方的とは思えないもう一個は5億円の遺写料、うん、これはね殺ピー事件だったとしても遺族の相場は3000万から5000万だと。 言われているんですよあのそれが正しいかどうかはさておき日本の司法ではそれが相場だと言われてるんですよね。でそれに対してガークいやなんでっていうのとかまず相当無茶があるなっていうのが私の意見なんですよ。ただ今回はそこからさらにいろいろうごめいているのが俺本間さんこのプラマイのねプラスマイナス石橋 の契約解消、これ急に発表されたじゃないですか。そうだね。で、これ俺は全然この人のこと知らないけど、うんうん、こんな芸人がいるってことすら知らない,い,らい。私も知りませんでした。ぐらいさ。はい。まあ向こうでは有名なのが向こうって向こうっちか、まあ、な。あの一応中堅の芸人さんなのかな。はい、ねえ、じゃな、うん、関西では一応そうなんだろうけど。うん、なんかでもなんかこうあれだよね。あの SNS にあの X にバン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 好きなこと書いていてうんこれ何を書いていたかっていうとなんかあの女優にエアガンで撃たれたとか、うん、でそれをなんかプロデューサーかディレクターがなんか笑いながら見てたとか、うん、まあ,あとその制作会社の社長とかになんか暴言吐かれたのかなんか分かんないけどなんかそういうのを、まあ、投稿したんですよね。うん、そしたら、あのー、急に 契約解除とまあ大体そういうのってさ切るってことはないよねまあまあ当然話し合ったんですよ当然裏側でなんかいろいろあってさ、うん、でまあ要するに交渉決裂であれになってるんだろうけどさあのー「吉本と話してきたと2月21日に」これ契約解除が発表されたのが2月22日なんですよ、うん、このプラマイの石橋さんは「えー、吉本と話してきた」「活動停止だ」「期限はわからない」 SNS も一切禁止だ他人の TikTok ライブにコメントするのもダメだいいですか出演じゃないですよコメントもダメだというふうに吉本側から提示された条件を明かしたとでも実際もうそう明かしてる段階で約束破ってるわけじゃないですか <laughs> ってことはもう俺は吉本を辞めると名誉毀損名誉毀損っていうふうにいっぱい言われたとツイートを消せと言われたもう嫌だ俺は自由に生きるっていうふうに言って「さいなら」って言って、えー、吉本は「 何て言ったかっていうと、えーまあ、石橋は X などの SNS において関係者の名誉を毀損する不適切な行為や配信が見られたことから当社は2月21日に石橋と面談いたしましたが、うん、その直後に当社からの注意要請に反する、えー、投稿を行うことに至ったところからこれ以上マネジメント契約の維持は困難と判断しやむなく契約解除を通知するというふうになりました。 っってていう風になってるんですよねでこれに関しては正直何が何やらわからないんであのよくわからないんですけどなんかハラスメントの告発っぽいことをやって調べないまんま消えた、うん、っていうのはなんかよっぽどやばいハラスメントがあったか石橋さんの方が <laughs> だいぶちょっと行かれてしまったのかこれどっちかじゃないですかで、うん、それが何かわからないまんまいきなり契約解除主任っていうのはなんか吉本大丈夫っていう今でただでさえ注目されてるのにこれどう思います本間さんうーんまあ相変わらず下手くそなんだろうなっていう、ね、そうねうん まあ、今回の松本騒動でやっぱり一番下手を打ったわけだもんね。うん、一番最初にさ。うん、全て嘘だって断定しちゃって、うん、まあ一番下手を打って、うん、まあだから、あれかなうん、結局そこからまた何も改善できないままに、うん、まあもともとさ、あのー、ねあそこにいるタレントなんて跳ね返りがいっぱいいるわけですさ。さ、うん でそれを制御していくのってやっぱりすごく大変だと思うのよね。でもう本当、あのー、その何だっけ牧陽子だっけ女優に選んで撃たれたとかさ、はい、まあそういうそのなんか突拍子もない話、うん、誰に蹴られたとか馬に蹴られたとか鹿に蹴られたとかさ、うん、そういう話もいっぱいあると思うのよ。うんうん、だけどそれをなんとか制御して。うん 表に出ないようにするのはマネジメント会社の腕の見せ所なわけでね,ね、うん。腕何もないじゃないですか。そ,そうだそれがやっぱりまあもともとはもともとはなんていうのほら会社が絶対上の会社だったじゃん。あのなんていうのほら文句あんならすぐ出てけとかさ、うん、あとあのー、えっとまあ大崎さんの時代は、うん、あのー。 安いやつは日当1000円とか200020003000 <laughs> 円ぐらいで働かせるとかさやってたわけよ、えー、そ,それはあの昭和何年の話ですかそ <laughs> そうそう,そう彼が会長の頃とかさ <laughs> いやもう日当1000円が OK だって昭和いつ <laughs> <laughs> まあそういうことをやってたわけよででもそれがさそれで統制が効いてたわけだよ、うん、だけど今やっぱり SNS っていう武器があるから、うん 聞かないよね、そういうのってね。ちょっと気に食わなかったらすぐ乗っけちゃってさ、うん、徹底抗戦だとかっての受けちゃってるからさ、うんうん、もうこれはあかんということなんだろうけど、もともとやっぱりなんか、あれなのかな、その、要するにダウンタウンとか、ああいう連中の、 と一緒にやってたまあ年代、年代的になると大崎さんの年代じゃん。70年、うんうん、70歳ぐらい。うん、で、今の現会長、社長、社長、副社長だったかな、は、やっぱりダウンタウンのあのマネージャーだった人たち。そうですね。うん。うん、で、それが60過ぎぐらいかな。うんうん、だから、そういう人たちは、割と、 制御ができてたんじゃないかと思うんだけどうん、うん、そういう人たちがだん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 みんな年が上になっていって、うんえー、まあね吉本もどんどん若返っ、うん、マネジメントの担当の人間つまり表に出ない人間たちもいっぱい採用してるだろうからさうん、うん、なんかそういうとこ,ろのこの制御力が落ちているのかなっていうね、うん、うかつ。うかつだ だって松本人志の場合は一番それが見えちゃったわけじゃないな、うん、それは何でかっていうともう松本に声を出せるような人間が社内にいなかったから、うん、松本は「あんなの嘘や!」って言ったらそれは全部その通りに言っちゃったわけですさ、うん、だから松本に対してまあ松本は最高クラスだからしょうがないしょうがないかもしれない、うん その以下のあれに対してもなんだかこうそういうマネジメント力っていうかあの特殊な人たちをこううまくマネジメントする力が落ちているんじゃないのっていう,うまあねなんか俗に言うとサラリーマン化しちゃっててさ、うん、あのちょっとなんかそういうのがなんかチラチラって見えるような気がするよねうんもちろんたださっきも言ったけど ね、吉本でタレントをやっていってつまりさ人との違いをどう面白おかしく見せるのかっていうのが売りに,、うん、売りになるわけじゃないあの世界さ。うんうん、だからそれこそもう本当に飛んだり跳ねたりさ何<う>な,なりってやってちょっとやっぱり人から外れてるから面白いと思われて笑われるわけだな まあそういう人たちの中にはさ、それはエアガンで撃たれましたとかさ、うん、いうやつが出たっておかしくかないやんうん。なんかこれ、この事件は一体これ、両方が言ってることが正反対なんですさ、<laughs> どれが本当なんだかマジよくわかんねえなっていうのは。うん、なんかね、むちゃくちゃな状況ですけど、<れ>そういうのを蓋してきたわけじゃないですか。そうそ,うそのかななそれがやっぱり外れちゃってんだよ。うん、うん。あのー、 そこはだからやっぱりあれだろうね。去年のジャニーズ帝国の崩壊がさ、やっぱり大きくひいいんだろうなぁ。うん。うん、かつてそうや、ジャニーズのその蓋の仕方なんて言ったらさ、その前になったらだってほら、あのー、メリーとかの時代はさ、ほ、うんま <laughs> もうなんかもう、 思いっきり叱りつけられて、お前もうあの出てけみたいな話ぐらいの勢いだったわけじゃない。もう理屈も減ったくいもないな感じで。うんうん、でもそうやって帝国を築いて、今までやってきてたわけです。う,ん,、うん、うん、自分たちのタレントに対してだって容赦なかったわけじゃない。うんうん、スマップ切りとかさ、うんうん、やっちまってさ。 めちゃくちゃなことをやってたわけで、うん、それでもうその情報が表には出なかった。なんかこう、やっぱりもう SMAP の切り方のこの異常性なんてみいろいろ言われてたけれども、うん、やっぱりその、詳細は表に出てきたのは最近になってからだしさ。うん、やっぱそこはすごい力。あのそれが良かったって言ってんじゃなくて、うん そういう力で締め付けるっていうのはこれどこのあの事務所もやってた、うん、あまああのジャニーズがちょっと異常なだったそうですね、うん、なんだがやっぱそれがまあそういうのも含めてダメに帝国が滅んでダメだっていうことになる、うん、えー、タレントをなんかもう軍隊並みのさ あの力で押さえつけるっていうのはやっぱりもうダメだっていうことになってきていろいろと吹き出してきているような気がするよね。もともと力と力でやってるからさそういうのって表に出てもしょうがなかったんだけど、うん、今までは X は、まあ、要するにそ,のそういう SNS がなかったから、うん、どうしても発信できなかった、うんうん。やっぱそこも時代なんだろうなきっとな。うん なんか会社がさ、コンプラとかなんとかって言わなきゃならなくなり、そもそも芸能界にコンプラなんかあるはずもないのに、いや、ない、ないから無法地帯になってたわけです。うん、でもそこにコンプラとかって,って言って、入れ、入れ始めても、タレント側も実はまだ慣れてなくて、うん、えー、やっぱり跳ね返りの人ももちろんいる。まあそうですね。うん、ね。そこ、でも、 そこも耐えながらやっていかないとまあそれとあまりめちゃくちゃなことをするやつつまり昔で言えば横山すしみたいな人はまあ横山泰さんも戦後直後の時代ではあれぐらいむちゃくちゃでもよかったんですけどだんだんいやこれちょっともう無理かなっていう感じになっていよ、ね、酒飲んで出てくるとよさ もうタクシー乗ったら、あの、タクシーのうんちゃんを殴るとかさ、うん、なんかもうそういうことを日常三案児みたいにやってって、さすがにもう無理っていうね。うん、でも、あそこ、なんかさっきも言ったけど、あそこはそういう人たちが集まる場所だからさ。う,ん、うん。で、だけど、もう、あそこまで行っちゃう人はもう今、日本では、 生きていけないっていうね。そうね。さすが。が悲しいっちゃ悲しい。とも言えなく。まあでも。なんつうの。<laughs> 俺たちはさ、全然関係ねえから、うわー、やっさん、た、やっさん、またやったのか。なんて言って笑ってられるけど。うんうん、周りに本当にいて、関わってたら、地獄だよね。本当 <laughs> いやー、きついと思うよ。<laughs> うん。いや、じ。マジ地獄だよ。うん。うん まあちなみにだだ、あのー、ついにですね、この撮影始めたの、これ、12月の23日の12時ぐらいに撮影したじゃないですか、始めたじゃないですか。うん、で、なんとですね、本間さん、12時にフライデーが新しい記事出しててですね、うん、実名顔出し告発が1人増えました。松本松本で。<laughs> こ撮影中に <laughs>。また増えたんだ。で、それがだいぶ意外な人物。 うん、今から出しますよ。うん、立憲民主党を山本太郎ごぼうの党推薦、うん、寝屋川市議会議員候補、宇都宮優子さん。立憲民主党の方。うん、で、この人はあの大阪12区で2021年の衆議院議員選挙で、えー、出馬しています。うん で、えーまあ、あの維新のね強いところでかつ維新の幹事長の藤田さんが出てるので、まあ、藤田さんが9万4千票自民党の候補が5万9千票でもこの宇都宮さん1万7千票取って残念ながら負けてしまったという方なんですけどななんんかねこれが記事なんです松本人志さんの飲み会にアテンドされて元作曲家宇都宮優子実名顔出し衝撃告白っていう。 でこれはですね宇都宮さんがやられたっていう話ではないんだけどももともとやっぱりあーのーなんかこういう作曲家とかもやってたんでねそれ芸能界に関わっていたんですよでそれで松本さんの飲み会に呼ばれましたと。で会員セーバー渋谷の飲み会に行ってでそこでまっちゃんが女の子5人ぐらいで2人をこうなんかそばにかき ててこうやってたりとかしてまあそういうちょっとあのうっふんな感じの雰囲気もありつつでもその時はお持ち帰りはなかったみたいなんですよね。でそういうねあのこと昔からあったよとだからあのやっぱこれおかしいんじゃないっていうのをこう告発してる人とかもこう増えてきたんですよ。うん でまあ、ちょっとこれまだ、あのー、出てきたばっかりの記事なんで精査してからやりたいんですけどあのー、例えばねプラマイの、まあえー、プラスマイナスの石橋さんはちょっとわからないですけども、えー、この「君の名は」のプロデューサーとかあとこの榊さんね映画監督のでこれもどっちもやっぱり広い意味では映像芸能関係のメディア関係の話なので、まあ、こういうのがまあどん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 こう 許されなくなってきている状況で。ねそれ自体は大変いいことだと思うしさ。うん。まあ、是枝監督とかがね、映画界でやっぱりこういう問題があるのを問題にして、こういうのは浄化しなきゃいけないって、まあ、ずっと言ってきてたしね。うん。まあ、それでも提案でつってやってるやつらはいるっていうことだよね。いや、当然。うん。 まああのー、私がですね、えー、業界で関わったあの一番やべえなと、うん、あの私も一応ほらアニメゲーム漫画業界 <laughs> 突っ込んでるんで両足ほどズンって突っ込んでますから <laughs> やっぱねはちゃめちゃゃめ人多いんですよでもそのはちゃめちゃな人がいろんなエネルギーが合わさって伸びている時。 でもその背景で無茶苦茶にされていった人たちもいっぱいいるわけですよ。で、私が実際にお会いして、こいつは度急にマジでやばいとあの思った人はですね、おさ誰か大山誰だと思いますんあれ、押塩先生じゃなかったっけ <laughs> 違う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 んかんちんだいぶマイルドですよ。ね。あ,、うん、あえー、っと。 あれか。角川。いや、角川春樹さんですね。角川春樹さんは、あの、相当やば、やばいっていうもうぶっ飛んでました。<laughs> でもね、違う。それももう超える。角<や>川春樹。はい、これ言いましょう。この人です。<laughs> それ、あの、もうね。<も>リ、宇宙戦艦ヤマトの海の、アニメの方の海の、西崎さん、この人はやばかった。 それはやばいよもうなんか地震と台風がセットになってるような人だったから赤坂のテスラー赤坂のテスラっちょって,ってこうワインを食い出してだんでんですよ <laughs> でもいや西崎さんのねまあ最後自分がねうちをヤマト号とかって言ってるクルーザーからさ落ちて沈没して溺死するっていうもんなんかいろんなところで恨み勝ってた人だから もうスピード、ダサつなんじゃねえかっていう風に歌がみんな、業界がみんな疑ってたよ。だけど、<laughs> ね、あの多分こういうね、<laughs> あの宇宙戦艦ヤマトの誕生の背景でもおそらくいろんなすごい辛い思いをされた方々が、まあ辛い思いをした方々はですね、うん、まあ当然いるし、でそこでハラスメントが起きてなかったっていうのはね、これ考えにくいわけですよ。 であのこの「全然前世」ならぬあの、ね「ラッドウィンピス」の「全然前世」っていう歌が主題歌だった「君の名は」これも150億か200億以上売れたんですけどもそれのプロデューサーがまあそういうちょっとやばい系のあれで逮捕されたっていうのとかまあ今までは良かった昔は許されたじゃなくって我慢できなくなってきた受けてる側、ね、女性とか多くですけども。うんうん そういう人たちが、まあ、声を上げられるようになってきたそれがジャニーズそしてあの松本人志あと宝塚もですねこれ実は、うん、あ,のあんまニュースになってないんですけど認めたんですよ。そうだねハラスメントでお亡くなりになっちまいましたっていうふうにこれ認めたんですよね。うん、でのとか、まあ、あと他にもいろんなね流れが起きている。やっぱこれは 本当に歴史というか時代が変わるタイミングなんで自分自身の認識も含めてやっぱ変えていかなければダメなことなんだなっていうふうに、まあ、すごく思ってね松本一志さんは一方的な供述に基づくずさんな取材がどうのこうのとかって言ってるけど、まあ、そうではないしで横山泰史さんがすごく私は分かりやすい事例だと思うんですよあの人が活躍した時代はその時代の流れには合ってたんですよまだ。 だけど日本がその戦後のね復興からはちゃめちゃが許されてででも高度経済成長期過ぎていってだんだんこうちょっとまともにきちんとやろうぜみたいな感じになっていった時にさすがにこうもう無理だよって言ってだから芸人さんとかそういう人たちってメディアってまさに時代の鏡だって言われるぐらいですから時代の流れを無視するのは無理ですからだからこれちゃんと考えていかなきゃダメなことなんだろうなというふうにねまあ思って。 本本日はメディアのの専門家の本間ささんと、えー、撮影をさせていたただきましたいやーしかしちなみに本間さんがあった中で一番やばい人誰あ名前が出せないんだったらその人の素行だけでもいいんですよ一番やばい人か、まあ、あの藤島ジュリー景子社長の、ね、旧ジャニーズ事務所のあの TOKIO に対する振る舞いとかもだいぶやべえだとは思いますけど <laughs> あれを超える人とかいるの <laughs> いるね。いるどんなことやっちゃったどんなことやっ,った家の事務所の社長とかねお。名前出さなくていいですよ。どんなことやったら。あの人たちはやっぱりち,ちょっとさ、うん、やっぱりもうあの普通の人には全く理解できない人たちだもんね。わ、うん、かる。うん、あの夜、夜そういう飲み屋、クラブ、銀座のクラブとかさ、うんうん、そういうところに集まるのクラブ活動って呼んでたからね。<laughs> ブ <laughs> 仕事はスタートの部活 <laughs> 1> 週1回必ず集まっていろいろ情報交換をするっていうさいう意味が分からんけどでさ、うん、タレントのさタレントがよくあのー、まあ普通にタレントよがよくほら事務所を移ったりするでしょううん、うん、ああいうのものすごい裏側では銭金のね、うんうん あのー、要するにそいつをねあそこからそっちへ動かすとそうするとここの事務所とここの事務所の力関係がひっくり返るから、うん、そうならないようにこっちからもう一人こっちへとかすごいやってんのよ<ー>実はものすごくやってんの、はあ、だからそのそういうことを考えながら見ていると、うん 本当ね、なんていうのいわゆる春秋戦国時代をずっとやってんのよ。真 <laughs> が生まれないようにやってん、まああの。真に、春秋戦国時代になる次に、あの戦国七夕がきますから、真と祖と、えっ<あ>と、蝶と、関と、えっとー、あとマイナーの国。<laughs> マイナーの国。<laughs> <laughs> <laughs> もちろんマイナーの国はいっぱいあるわけだね。だっっその中で、いわゆるこう。 大きな事務所っていうのがあってうん、うん、ジャニーズ事務所だけは別格だったのうん、うん、そのえっと七夕とか春,春秋戦国からまたちょっと外れたところにいたわけだけどそれ以外はかなりみんな接近しててうん、うん、そしてその中でどっかがきょうだにならないようにみんなでぐる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 やってて、うん、その話聞いた時はかなり驚愕したんです、ね まあそのドロドロのまんまねあの真の始皇帝みたいな人が出てくることもなく、うん、まあこのミキサーがさらにギョイーンってこう回ってるのが今の時代なんだなというふうにね思いますね、えー、ちなみに今ちょっとあの調べたら祖生延長・義・戦国七でした、うん、でそれから始皇帝がね統一をしてで亡くなったらついにあ,のあっちゅう間に崩壊するっていうです。<laughs> <laughs> あっちゅう間ですよあっちゅう間に崩壊するっていう <laughs> い<ー>すごいよねやっぱね、うん、<laughs> リバウンドしかな、まあ、そういう人が出てこないと統一されないし、うん、その人が死ぬと全部終わっちゃう,ってう終わっちゃうしでまた出てきたら統一されるしみたいなこうそういう繰り返し、うん、ずっと何千年前からも同じじゃねえかよってい,、ね、いやもう元気だね本当に、うん、まあそれはあのまた別の,あの話になるのでね あの置いておきますけど、えー、本日はですねちょっと松本人志さんのところから始まるこの崩壊っていうのを、うん、えちょっと見させていただきました崩壊とか刷新とかって言ってもいいのかもしれないけどなまあね刷新の前には崩壊がありますからうんはーいというわけで、えー、どん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 ねいろんなところからこういうの出てくるんだろうなというふうに見つつ、えー、これからもね、えー、動画撮っていきたいなというふうに思います、えー、そんなわけでですねあの本間さん本日もありがとうございました ありがとうございます。はい、チャンネル登録といいね。よろしく。あ、そうそうそう。今日、天皇誕生日なんですよ。これ撮ってるとき。もうん。ね、とてもおめでたい。天皇誕生日。ハッピーバースデー。乾杯欲しいな、私も。全く関係ないけど。乾杯しい賢も。賢くも賢くも天皇陛下のお誕生日でございます。三菱 UFJ 銀行、駅長支店、普通口座4569556にぜひ乾杯よろしくお願いいたします。 経済の不経済。<laughs> 経済はもうめい。陛下の、陛下のお名前を語って。<laughs> そうね、陛下のお名前語っているビジネスで、ネタがいっぱいありますね。うん。あれも、そろそろ、もう、終わりだろうな。なわけで、<や>えー、今日もダクシャ、ジャニー。どうも。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間隆さんはですね。えー、なかなか。メディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。 で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。